9月21日、松山市総合コミュニティセンターキャメリアホールにて、愛媛大学吹奏楽団オータムコンサート2013が開催されました。企画ステージの世にも奇妙な恋物語、仕掛け屋本舗では劇も交えられ、劇中で演奏された有名なポップスとともに観客を楽しませていました。今回の公演では、途中にリコーダーアンサンブルの入る交響曲モンタニアールの歌などおよそ10曲が演奏されました。次回の公演は来年2月27日に第24回定期演奏会が開催される予定です。10月より2013年度後期のゾノモシライブスがスタートしました。後期のゾノモシライブスの司会進行を務めますのは、愛媛大学放送研究会2回生の青野由香と、同じく鎌倉まどかです。よろしくお願いします。後期からゾノモシライブスは全8回放送となります。新コーナーも多数増えて、より見応えのある内容となっておりますので、ぜひお楽しみください。さて、夏休みが終了して早くも2週間が経ちましたが、はい、鎌倉さんはどんな夏休みを過ごしましたか？そうですね、私は伊勢神宮に行くために三重を旅行してきました。三重ですか？はい。どうでした？とっても癒されて、食べ物もとても美味しかったですよ。いいですね。はい。青野さん、どこか行かれました？私はですね、はい、サークルの友人と東京の方に旅行に行ってきました。おー、それもまた楽しそうですね。なかなか普段行けない場所なので、とっても楽しかったです。さて、それでは今週のラインナップです。まずはゾノモシ調査隊、愛媛大学内にあるさまざまな施設について、その名称の由来などを調査していきます。次に愛大マナー塾、愛媛大学内で学生が安全に快適に過ごすためにも気をつけなければならないマナーについて解説していくコーナーです。そして最後にはミニコーナーが2つ用意されています。まずは愛大ミュージアムに行こう。愛大ミュージアムで行われている展示に関して紹介していきます。2つ目はミーさんの穴場巡り、愛媛大学内にあるちょっとした穴場のスポットをミーさんというキャラクターが紹介していくコーナーです。どれも新コーナーばかりで面白そうですね。それでは早速1つ目のコーナーを見てみましょう。ゾノモシ調査隊です。どうぞ。このゾノモシ調査隊では、愛媛大学内のさまざまな施設の由来や成り立ちを調査し、紹介していきます。僕、ゾナタンと一緒に、普段何気なく利用している施設について知っていきましょう。第1回目の調査ターゲットは、ここ、エミカショップです。エミカショップは、愛媛大学正門を北に進んだところにあるお店です。今回は、エミカショップの店員である大野さんに調査を協力していただきました。調査1、エミカの成り立ちについて教えてください。エミカとドットイーは、愛媛大学開学60周年の記念に2009年に一般公募で決まりました。エミカショップは2010年の4月の22日に、オープンしています。へー、エミカショップは愛媛大学のキャラクターエミカから名前を取っているんですね。補足説明。エミカとは、愛媛大学の頭文字 E と愛媛の名産であるみかんを組み合わせたものだよ。遠くを見つめる澄んだ眼差しと穏やかな表情は、純粋で素朴な若者の豊かな将来性を示しているんだ。愛称のエミカも、愛媛とみかんのコラボレーションで微笑みを浮かべたキャラクターにぴったりだね。ドットイーとは、愛媛大学が地域にあって輝く大学を目指す愛媛の地の拠点、ドット愛媛となることの決意表明として作られたよ。左の円は太陽を、右のイーは躍動する姿を、そしてその全体は健やかに伸びていく新芽を表しているんだ。愛媛みかんを連想させる黄色は、
明朗さ、快活さの象徴なんだよ。調査2、エミカショップをどうしてここに建てたのですか？この場所にできたのは、愛媛大学が地域に根ざした皆さんに親しんでいただける大学を目指して、駐車場付きのこの入りやすい場所にエミカショップ、オリジナル商品をたくさん販売をしている、また学生さんに日常的にコンビニショップとして便利に使っていただけるお店としてオープンしています。なるほど、確かにこの場所なら学外の人も気軽に利用できますね。調査さん、1日の利用者の人数はどれくらいですか？エミカショップはパクパク合わせて1日2000人から2500人の方にご利用をいただいています。2000人、そんなに多くの人が1日にエミカショップを利用しているんですね。びっくりしたな。調査4、どんな商品が人気ですか？生協特製のお弁当でしょうか、唐揚げ系のお弁当が人気です。合わせてエミパクも、またこれから美味しくなる唐揚げ、それからかき氷やソフトクリームもとても人気です。エミカショップは美味しいものがいっぱいだから、ついつい目移りしちゃうんですよね。調査後、おすすめのオリジナル商品について教えてください。やはりこれからおすすめなのは、農学部附属農場でできた新米、安心米です。完全無農薬で、健康的にご利用いただけます。他には、姫の酒やアイダイロール、とても人気で、皆さん帰省のお土産にもたくさん利用していただいています。お米まで売ってるんですね、知らなかった。今回の報告、エミカショップは開学60周年を記念に作られたエミカというキャラクターから名前を取っています。地域に根ざしたお店を目指して、愛媛大学が2010年にオープンしました。1日に2000から2500人の利用者の方がいます。おすすめのオリジナル商品がいっぱいあります。ぜひぜひ買いに来てくださいね。いかがでしたか？今回の調査はこれで終了です。エミカの営業時間はこちらです。次回のゾナモシ調査隊はどこに現れるかな？お楽しみに。以上、ゾナモシ調査隊のコーナーでした。いやー、エミカショップって1日に2000人から2500人も利用してるんですね、うん、かなり多いですよね。確かに私もほぼ毎日と言っていいほどエミカショップ利用してるんですけども、確かに私も結構使ってるんですけど、なんですかね、あの城北の方にいる生徒学生の皆さんって、そのエミカショップをある種、集合場所のように使っていますよね。確かに空き駒の間の待ち合わせ場所とかにも、買い物の他にも使ったりしますよね。結構便利な場所になりますよね、さて、では続いてのコーナーは愛大マナー塾です。こちらも今期から始まった新コーナーです。どのようなコーナーなんでしょうか？それではどうぞ。皆さんこんにちは。この愛大マナー塾では、全3回の授業を通して皆さんに愛大でのマナーを身につけてもらうことを目的としています。それでは早速1回目の授業を始めましょう。授業内容はこちら、自転車のマナーについてです。今回の授業では3つの事例を通して、皆さんと自転車のマナーについて考えていこうと思います。事例1、歩行者専用区域への自転車の乗り入れ。皆さんはこのような光景を見たことありませんか？危ないですね。ここは自転車に乗ったまま走ってはいけない場所です。これでは歩行者の通行の妨げとなり、事故を引き起こしかねません。私たちが校内で自転車に乗るときはどうしたらいいのでしょうか？こちらの映像をご覧ください。このように自転車からは降りて押して通るようにしましょう。近くの駐輪場に停めておくのもいいと思います。その際は施錠をするようにして、盗難の被害に遭わないようにしましょう。また
設置されている看板などを見て、自転車に乗ったまま通ってもいい場所かどうかを見極めてください。事例2、ヘッドホンを使用しながらの自転車の運転。それでは早速 VTR で確認していきましょう。よく見かけますが危険ですのでやめましょう。また歩行者もスマートフォンを見ながら歩いて前方不注意にならないように気をつけましょう。事例3、自転車の並走。こちらも映像で確認しましょう。友達と話しながら道いっぱいに広がって走ると他の人の迷惑になります。ではどのようにして通行すればいいのか、こちらの VTR をご覧ください。このように縦一列に並んで走行してください。思いやりを持って行動することが大切です。さて1回目の授業はいかがでしたか。一人一人がルールを守り、より良い学生生活を送れるように心がけましょう。それではまた次回の授業でお会いしましょう。以上、愛大マナー塾のコーナーでした。いや、確かに自転車で走行禁止区域を走ってしまったり、歩きながらのスマートフォンっていうのはついついやってしがちなんですけれども、はい、学生が安全にキャンパス内を移動するためにも気をつけなければなりませんね。そうですね。最近歩行者と自転車の事故も相次いでいますからね。そうですね。さて、それではここからはミニコーナーの時間です。ミニコーナーでは毎回2つのコーナーが流れます。まずは愛大ミュージアムに行こう。愛大ミュージアムにて公開されている展示企画について紹介していきます。そして2つ目はみーさんの穴場巡り。愛媛大学城北キャンパス内にあるちょっとした穴場スポットをみーさんというキャラクターが紹介してくれるそうです。みーさんというのが一体どんなキャラクターなのか気になりますね。そうですね。ではそのミニコーナー2つ続けてお送りします。それではどうぞ。愛大ミュージアムに行こう。皆さんは愛大ミュージアムに行ったことがありますか。愛大ミュージアムは城北キャンパスにある愛大ミューズの中にあります。建物入り口のサインストーンが目印になっています。それではミュージアムに行ってみましょう。ミュージアムの入り口に着きました。早速入ってみたいと思います。中に入るとまずエントランスホールがあり、愛媛大学総合情報コーナーやトピック展示で愛媛大学について知ることができます。愛大ミュージアムには4つのゾーンがあります。第1ゾーン、進化する宇宙と地球。第2ゾーン、愛媛大学と愛媛の歴史。第3ゾーン、生命の多様性。第4ゾーン、人間の営み。この4つです。この企画では今回より全8回にわたり愛大ミュージアムを紹介していきます。第2回では第1ゾーン、進化する宇宙と地球の地球深部コーナー、宇宙進化コーナーについて紹介します。お楽しみに。
いや、中央図書館の書庫って入ってみると意外と楽しくなって、はい、いろいろな本を探してみたりしちゃうんですけれども、そうですね、はい、まだまだあの書庫に、ね、入ったことのないという方がいらっしゃいましたら、一度は入ってみるのも面白いかもしれませんよ。アイダイミュージアムもあまり入ったことはないので、うん、これから紹介されていく展示企画がとても楽しみですね。そうですね。さて、それでは後期第1回ゾナモシライブスもそろそろ終わりの時間になりました。このゾナモシライブスは学内テレビのほか愛媛 CATV にても放送され、ユーストリームや愛媛大学公式 YouTube チャンネルといったインターネット配信も行っています。ぜひご覧ください。第2回ゾナモシライブスも新コーナー盛りだくさんでお届けします。ぜひぜひお楽しみに。それでは皆さん、さようなら。